ブティックって服屋さんのことか。何かなと思ったな。またまたそんなこと言って、リーリエちゃんもお気に入りなんだろ、俺のこと。ファッ、俺をさておいて大事な人。かわいいかわいい、これめっちゃかわいいわ。これ俺もホテル行かなきゃいけないの？ホテル行くか。あ、こいつら、こいつらいたね、前も。こいつら二人、なんか XY だかどっから出てきてる二人なんだよね。アローラスタイルになってる。主人公ドン引きしてんじゃねえか。お、来たねー。まあ、そんな強くねえだろ、トレーナーだし。ポケモントレーナーのデクシオ。いい名前だよな、デクシオって。マネねえか、余裕余裕。15割と高いな。まあ、怪しい風でワンパンはできないかな。硬っ、こんな硬いの。あれで急所がオッケーオッケー。ちょっと鳥ばっか育てて、他のポケモンがレベル低くなっちゃうから、そろそろ鳥戦闘、おっと、鳥戦闘ちょっとやめよう。エイフィーか。あ、こいつエスパータイプ使いか。素早さ遅えな、鳥。うわ、食らうな。いや、原さんといい、なんか知んないけど、鳥と相性がいいトレーナーばっか出てきやがんな。さよなら。遠吠えか。まあ、にら、あーでもなー、いや、ちょっと、砂かけるとにらみつけるもワン、なんかなかなか使えそうな気がするから、遠吠えはいいわ。めっちゃ笑うやん。こんな感じだったっけ。そしてあの5人組を思い出します。これ XY の5人組だね、主人公を含めた。これは嬉しいよね、こういう演出。すごくいい。すっごくいい。ボンボヤーシ。お、こいつもアローラやんのか。ベルボーイのジョージ。これ、なんか和食屋の、借り切りってなんだっけ？あー！懐かしい！あれ、俺こいつパーティーに入れてなかった？最終的には抜いたけど、パーティーに入れてた気がする。あー、鳥に変えとくの忘れてたわ。あ、どいつもこいつも鳥と相性いいポケモンばっかし連れてきやがって。戦い答えねっつーの。あー、ヨーテリー。まあ、ヨーテリーはいいね。こいつは、こいつは何地方だろう。きっと新王地方、きっと新王地方のはず。小さなキノコ。あー、なんか、まあ、多分ね、こう、やっぱり、なんで俺のチンコは小さ
アイアムコレクター、言い換えれば収集家です。もう初めから収集家でええやん。外国の人出たー、こいつルックスだけで笑わせてくる男、ゴンベ。ゴンベはノーマルだっけ。サイコウェーブってさ、なんかダメージが毎回違うんでしょ、説明によれば。10も食らうの、使うためにダメージかかる。やっぱそうだ。じゃあ100ダメージぐらい出るときもあんのかな、もしかしたらね。いや、こういう技にはあんま頼れんな。ドアスレとかしてきちゃうし、こいつ。さよなら。タツベイ。あー、そうそう、このアローラ地方のさ、ドラゴンタイプなんだっけ、ジャラランガだっけ。あいつを今回捕まえたいね。確か前回は捕まえてないはず。これイカスマめちゃくちゃ通るんじゃない。やっぱりあれじゃん、攻撃力高そうじゃん。通るね。タツベイの攻撃力で計算されっかな。やっぱ高い。さよなら。ボーンワンダもいいけどね。シューシュー、どういうことどういうこと理解が追いつかんわ。シューシューって何。観光客の新一郎、なんか男だけどすげえ女の子っぽいな。こらった。あれ、アローラ地方じゃねえのかよ。あ、ここで関東を見せてこうっていう、その、コラッタは関東じゃねえわ。コラッタ、ジョートでもねえな。コラッタはどこだ？コラッタは関東で合ってるか？コラッタ関東だな。私は迷子の観光客。いつだって彼氏を探しているの。待って、こいつ、前のメンヘラ女じゃないの？違う？こんなに可愛いのに、千代美。ニャース、あ、やっぱ関東、あ、やっぱ関東だ。関東を見せつけていくスタイルだ。おい、やばい、これは奇跡的に何も、意図してなかったけど、奇跡的にニャース対決になった。いやー、俺も猫騙しやればよかった。これ猫騙しお互いがするときっと素早さが高い方が優先されるんでしょ？おら！どうだ、これが本家のニャースの威力じゃん。これ結局ウルトラダッシュって威力いくつなんだろうね。見れるかな。あ、見れる。あ、威力100なんだ。へえ。あれ、元になった方が威力が変わるって書いてあるよ。じゃあ前弱かったのはもしかしたらこの乱れ引っかきとかでやってたからかもしれない。エコーボイスでやってみよう。どうなんだろうね、ようわからんわ。うわ、何この顔。そういえばこんなのあったな。可愛いって言ったの全言撤回するわ。あ、これも新要素でしょ。これ PV でなんか見た記憶ある。ピカチュウのなんちゃらみたいな。これ何なの、これ。ピカチュウの谷。あ、走ってきた。うわ、かわいいアニメで見る声じゃん、これ。ピカチュウの声。ピカチュウの大変ようこそって言ってんだ。電気玉？ピカチュウデコ、全然違かった。なんだこれ。あー、マイヤーアルバムで使えるピカチュウのデコレーションのことか。へぇー。磁石。これは確かね、電気タイプの威力が、上がりますねって技だった気がするんだよな。やっぱそうだ。おお。え？入らしてくんないんだけど。え？どういう演出？
今何匹？ああ、なるほど。今何匹ってわかる、数えられんだ。おいおい、めんどくせえよ。これいつまでやんなきゃいけねえんだよ。おい。おお、急に3匹出てきた。へえ。これ何の意味があるのこれ。とりあえず、22匹やったけど、もうええわ。もうええわ。ピカチュウクイズチャレンジする。オッケー。全部でもう余裕だろ。ピカチュウの巣は、尻尾でメスとオスで分けられる。ほっぺには何て呼ばれる部位がある。な、電気袋じゃねえのか。来週に進化するに必要なものは雷の石。色違いは本来のに比べてどう？ピカチュウの色違いか。色、どんな色だっけ？見たことないまであるな。とりあえず色が濃いにしとこう。ピカチュウの進化名ピチュウですが、ピチュウを初めて発見した人物は誰？ピチュウか。わかんないわかんない。宇津木博士に至ってはどこの地方だかわかんない、そもそも。まあ、大きどにしとくか。4問か。ちょっと5問正解するまでやろう。あ、宇津木博士だね。正解大きどじゃなくて宇津木博士だ。ピカシャツとピカキャップ。なるほど。服か。あれ、彼氏見つかったんじゃん。彼氏横にいなかったのにさっき。よかったね。よかったね。あー、つつけら、そう。で、俺、つつけらが、なんか、XY のポケモンとか言ってたんだけど、こいつ俺、まさかの1年前3分でパーティーにいたっていうね。つつくまんって名前で。しかも、いたのに忘れるっていうね。ごめん、つつけら。着いたね。お花タウン、ここだ。走り方独特だな、おしゃまり。ちょっと待って。ああ、確かに西部劇っぽいわ。ああ、オッケー、元気にしてくれんなら全然ええぜ。おしゃまりのあれも見たいしね。いや、ハウマジ、戦闘強すぎん？何回戦うの？あ、Z リング持ってる。あ、4匹になってるよ。あ、これモンスターボールに入ってないっていう謎の里しか、あ、目がすごい綺麗。目見た？おしゃまりは、これは、フェアリー入ってるかどうかがわかんないからエコーボイスにしとくか。硬っ！ちょ、強すぎ。いや、フェアリー入ってんな、これ。ダメだ。おしゃまりは、フェアリーに草って効果普通かな。水フェアリーだと思うんだよね。確かこいつフェアリーだろ。赤ジェット。もうミスタイプには葉っぱがあったんよ。早いな、赤ジェットやっぱ。先制技だからね、これ。オッケーオッケー。余裕！あ、あれか、使わねえんだ、あれ。なんだっけ、あれ。あれね。あれだよ。回復系？鳥ばっかレベル上がってしょうがねえな。攻撃高いね。なんか覚えろ。なんか覚えろ。ピカチュウ。これは、いや、もう葉っぱかったで普通にいいか。効かないよ。ハウ弱いなぁ。ハウが弱すぎる。潜りタイプも全然覚えないし。結局、オンバット何タイプだ、これ。怪しい僕、怪しい数で、いや、つくの方が良かったかな。ひるんで技が出せない。つくでいいわ。ちょっと Z 技打ってみようかな。ちょっとどんだけ技出せねえんだよ。オッケーオッケー。Z 技使えってことだな。ファイナルダイブクラッシュ。素早さ早いね。さあ、ポーズは？おお、一番シンプルかもしれんな、あのポーズ。
かっこいい。ほんとすげえかっこいい。あー、地球終わる技か。これも100ダメージなのかな。あー、イーブイ。どこまで捕まえたの、イーブイ。イーブイなんていたっけ。まあ、イーブイぐらいの余裕だな。さよなら。おしゃまりピンピンしてんじゃねえかよ。クリティカット、これ急所に当たりやすくなるアイテムだね、使うと。ああなるほどね。よし、じゃあ次回草タイプの試練って感じかな。あれ、スカルダンおるやん。あ、ロコンだ。銀の王冠を出せよ。な、銀の王冠で何。あ、女スカルダンいるじゃん。これメインイベントでもないのかな。仕方ねえ。これ2対 1?1 人やったら1人みたいな。そういうのあった気がするんだよね。ああ、男の方ってことはやっぱこれ2対1だな。何がコラッタじゃお前。瞬殺じゃ。コラッタ可愛いよね。アローラのコラッタ可愛いマジで。まあ俺のドヤ顔すぎも負けてねえけどな。出直してきやがれ。こらった風情が。え、来ないの女の方。てか銀のお金なんなの。このイベントはなかったはずだよ。全く記憶にないもん。かけらもない。コール氷タイプだから。え、おばさんのポケモンじゃないの。よう分からんな、どうなってんだ。え、持ってんの俺。どっか行っちゃった。何それ。よし、そしたらちょっとおっさんもドローンしたから、ちょっと俺もドローンするわ。ドローン。